はい、ゼロディーです。ね、今回ね、まあ、何をするかというとね、2022年もね、あと1ヶ月ちょいで、まあ、終わるということで、ジーね、ちょっとやり残してることがあるんですね。それをちょっとね、今回で、やりたいなと思います。何かと言いますと、こちらの、まあ、ちょっといろいろね、撮りたい動画はあるんですけどね。なんか撮りたいもんあるかって聞いたんですよ。そしたら、ゼロさん、餃子の食べ比べしませんか。餃子の食べ比べしませんか。いやいや、負けるし、先に寝とるし、もう食い物のことしか出てこないんですね。そうなんです。餃子対決なんですね。ね、これね、ジーてっきりも忘れてしまってたんですけども、視聴者さんからのね、まあ、コメントで。ジー、せめての餃子対決、楽しみにしてるんですけど。っていうね、ありがたいコメントをいただいたんで、これは早速ね、やらなあかんと、まあ、ジーね、思ったんで、今回ね、ちょっと、そちらを収録しようかなと思います。まあそのね、コメントでね、初めての餃子対決2022ってね、コメントくれたんですけど、じゃあ2023年どうかなっていう話なんですけどな、みんな2024年も、これ YouTube 続ける限り永遠に続くのって思ったりもしながら、hey. まあ今回ね、挑戦ね、したいなと思います。まあいつもの通り、デッキレースにはなるんですけども、まあ G もね、ちょっとはね、あがいてやろうかなと思います。では、早速ね、勝負の方行きたいなと思います。レッツゴー。餃子の対決来たんですけども、とりあえずね、先に3人前ずつで、勝負をね、したいと思います。あとはね、追加どんどんしていこうかなと思いますんで、よろしく。よし、今回のコメントが来ますので、そうそうそう、前からね、見てくれてる視聴者さんなんですけども、G がね、忘れてたのを思い出させてくれたので早速撮影するんですけども、よろしくお願いします。よろしくお茶やし、オープニングでも言うたんだけども、とりあえず餃子だけにだけでよろしく。餃子だけで、ほかすってなんかトイレ行ったらどんどん頼みそうや知らないなら、チャーハンチャーハンラーメン上等部知らないなら禁止なんだ。コメモン、コメモン、言いそうやし、メモン、コメモン、メモン、コメモン、いや、本当にもういよいよ年末やね。そうなんや、ね、年末どっかね、お参り行きたいなと思うんだけど、なんかの、コスモ神社は結構大好評。まあ、どこも渋滞はね、どういうからな、まあ、どっか行きたいね。そうね、うん、ちょっと気合い入れて脱ぐわ。とか餃子って大体何人前ぐらい普通食えるの？何人前ぐらい食べれるんやろね。いつも大体ね、2人前ぐらいぐらいか、結構好きな人は5人前ぐらい。あ、言うてんの、それ君ぐらい。ねえ、これ苦笑い、苦笑いや。これで1人前、これ1人前。では、じゃあ、いただきます。ゼロチーム VS 超名の餃子対決、始まりましたよ。おいしいんだ。うん、おい、うまっ。でもあれやな、これ時間制限しとかんと、超名、超名なんか10分限定で。
いやでも岩田が食べるし幸せやね。あ、でもあジーノが食べるの早い。あ、はい、お、本当や持久力ないけないの。いろんなとこ行って、うん、まあ、チャンネル登録よろしくお願いしますって、まあ、言ってるわ、うん、言ってるんですけど、で、まあ、次、まあ、そこに行ったら、あ、してますよとか、うん、まあ、言ってくれるんでね、うん、まあ、ありがたい話なんで、そうですよね。まあ、でも、本当に、コツコツとね、やってたら。いや、みんなもっとコツコツやってるよね。うん、そのみたいに、先週ね、あの、ね、あのライトアップというコーナーなんですよ。で、チョムの集合時間はね、15分遅れるんで、チョム、すまん、15分遅れるから待っといてかとか言ったら、テルさん、遅うなるからやめときましょう。もう、15分遅れて、遅うなるからやめときましょう。いらん。先に、あったかいお風呂に入りたくて。いや、ほんでね、あの、ガーッと来て、で、今回ね、この視聴者さんから冗談とか比べやってくださいねって言って、正面に言うからね、こんな、言い合いましょうなんやこの、この差よそこ OK やこの差よ、問題がそこやねん。いやこれが正面の入れてたらありませんね。何事もねラーメンも食べないで食べないよ、食べないよ、食べないよラーメン食べないよ。餃子って今だいたい1人何人前ぐらい食べれるんですか？1人、今まで多いところで3人前しか見たことないから。ああ、そこがもうお腹いっぱいになった、うん、この辺からあのめっちゃ早送るんですよ。めっちゃ早送る。巻いて巻いて入れるわけね。だいたい多い人で3人前なんで、うん、今4人前って言うんだと思うんですけど、普通を超えたら、ね、もう俺自分超えをしたと思う、ね、うん、ということは人の限界はもう超えたよ。で、洋なんかでこれね、あの、スルッと言うて、まあ、知人とかね、言うて出てきたんですけど、あの、絶対待ってるじゃん。みんな必ず入れました。まあ、正解ですよ。勝てるわけない。よろしい、何でもやってみんか、わかりませんからね。いいよ、いやいや、70キロぐらいの人間が120キロの人間に勝てるわけがないな。一人ちょっと増えた方がいいか。ごめんなさい、もうこれでみんな入っちゃうんだよ。
5人前で勘弁してくれます食べれるのと無駄って言われへんあの意気込みだけはあったよ、だけはありますね。でも最後まで美味しいいただき、美味しいですね、本当に、本当に美味しい。もう10はもうこれでいらない、もういらない、もう無理、無理や、うん、無理なんやってもう食べ物の企画無理なんやて食べてー食べてー、ひたすらー食べてー。